カルディアのエウメネス。エウメネス。紀元、前362年紀元前316年は、マケドニア王国のアレクサンドロス大王に仕えた古代、ギリシアの人物。出身は、今日のトルコ領、ゲリボル半島の都市国家カルディアで、書物などでしばしば、カルディアのエウメネス。英語では、ユーメニツ・オブ・カーディアと呼称される。その出自は不明だが、プルタルコスはその著書。 大比列伝の中で大王の父フィリッポス二世と親しい人物の子ではないかと推測している。前日の大比列伝においてプルタルコスはエウメネスについて祖国を追われたものと述べているが、その経緯には触れていない。いかなる事情によってか彼はカルディアを去りマケドニアに身を寄せ、フィリッポス二世、アレクサンドロス三世に初期官として仕えた。その後、 アレクサンドロスの統制の途上、サンガラ制圧後に、ペルディッカスと同時にエウメネスも、兵の一部を託され、地域に残る抵抗勢力の鎮圧を任された。エウメネスが統制中に兵を率いたのは、この時が初めてであった。ヘファイスティオンの死後、ペルディッカスの後任として、騎兵の指揮官に就任した。これ以前にも、初期官としてだけではなく、軍事面でも、 かなりの功績を挙げていたと考えられるが、彼の軍事面での活躍についてはほとんど分かっていない。アレクサンドロスの死後開催されたバビロン会議において、エイメネスはカッパドキアと地方の大使に指名された。この認知にはマケドニアの支配が及んでいなかったため、当初はアンティゴノスとレオンナトスの軍事力を借りて征服しようとした。しかし、アンティゴノスは出兵を断り、 エウメネスが勢力を固めることで、自身の勢力圏だった小アジアにおける、ライバルなるのを嫌ったためと思われる。レオンナトスは、ギリシアで発生していたハンマケドニア闘争の鎮圧、ラミア戦争に向かったため、当時大王のイジアレクサンドロス四世を要していた、摂政ペルディッカスの支援を受けて、これを制圧した。ここでのペルディッカスへの接近は、彼のその後の人生に決定的とも言える影響を、 与えることになる。ともあれこの後、他の武将たちの例に漏れず、エウメネスもディアドコイ戦争を戦っていくことになる。この頃マケドニア内部では、ペルディッカスと大王の遠征中マケドニア本国を守っていたアンティパトロスとが対立を深めており、ペルディッカス派と見られていたエウメネスは、アンティパトロスと共に行動していたクラテロスと対戦することとなった。両者は 紀元前321年に小アジア北西部のヘレスポントスで戦闘を行い、敵のクラテロスネオプトレモスの両将を戦死させた。しかし、クラテロスはマケドニア人の間で絶大な人気があったために、クラテロスを殺したエウメネスは栄誉よりも反感を買うこととなった。またその2日前には、プトレマイオスを攻めてエジプトに遠征中だったペルディッカスが、敗下の将軍たち。 ペートン、アンティゲネス、セレウコスの裏切りによって暗殺されており、後ろ盾を失ったエウメネスは、同年のトリパラビソスの軍会で、かばうものなく、討伐を宣告された。エウメネスは、帝国全軍総司令官として、追悼の任についたアンティゴノスと戦うも、オルキュニアの戦い、残った他のペルディッカス派の諸将との連携に、失敗するなどして追い詰められ、カッパドキアの野良に包囲された。 しかし、紀元前319年に帝国説商位についていたアンティパトロスが病没し、その地位の後継者に指名された部下のポリュペルコンと、我こそが父の後継者タランとしていたアンティパトロスの子カサンドロスが対立すると状況が転換した。カッサンドロスがアンティゴノスと手を結んだため、これに対抗する必要があったポリュペルコンがエウメネスに接近したのである。エウメネスは、 ポルペルコンの支援を受けて、ノラの包囲を抜け出して、勢力を盛り返し、メソポタミア地方で大王の親衛大銀盾隊を含む軍団を掌握した。この軍を率いて、紀元前317年、エウメネスは再び、アンティゴノスと現在のイラン領を、パラエタケネで歩行を交えたが、引き分けに終わった。敗下の軍団は、完全に彼に服していたわけではなく、 そのために統制が取れず、危機的な状況に陥ることさえあった。紀元前316年、現在のイラン領のガビエネの戦いでは、味方だったペルシス大使ペウケスタスの対慢が原因となり敗れた。この時エウメネスは戦闘に敗れたものの、軍の損害そのものは未だ致命的ではなかったため、再戦を考えていたガビエネの戦いにおける、 アンティゴノス側の戦死者5000人以上に対し、エウメネス側の戦死者は300人ほどであった。しかし、後方に控えていた、市長隊や、兵の家族をアンティゴノスに奪われてしまっていた。以前からエウメネスに反感を抱いていた、銀盾隊の指揮官はアンティゲネスらは、エウメネスを引き渡せば、家族や荷物を返還するというアンティゴノスの誘いを受けて、エウメネスを捕らえ、降伏した。 エウメネスの身柄を受け取ったアンティゴノスは当初優秀でありかつ親友でもあったエウメネスを自らの幕下に加えようとした。しかしそれまで散々エウメネスに新酸を舐めさせられていたアンティゴノスの部下の多くが反感を抱きまた彼が味方になると自分たちの影が薄くなると恐れて反対し密かに彼を殺害した。 あるいは直接手を下すのは忍びないとして餓死させようと、したが軍を移動させる際に、アンティゴノスの知らない間に殺されたとも言う。アンティゴノスは、友のために、盛大な葬儀を行い、遺骨は、エウメネスの祭祀のもとへ届けられた。エウメネスをアンティゴノスに引き渡した者たちのその後は、恵まれたものではなかった。銀盾隊は平地へ左遷されてその地で生涯を終え、アンティゲネスは、 無ごたらしい方法で殺され、ペウケスタスは、所領を奪われた。エウメネスは、他のディアドコイのように王家との血縁関係を持っていたわけではなかった。貴族の生まれでもなく、ましてやマケドニア人ですらなかったために、勢力基盤が脆弱であった。それゆえ自身の地位を保持するために、王家との結びつきを何よりも、必要としていた。ちなみに、女性でありながら、 アレクサンドロス死後の権力争いに身を投じた、アレクンドロスの母オリュンティアスは、同じ外国人ゆえか、彼を信頼していたようであり、彼女は、エピロス王家からマケドニアに嫁いでいた、彼を味方に引き込もうとしたり、助言を求めたりした。また、文官出身であるとの理由でエウメネスを軽んじていた、将軍も少なからずいた。ヘレスポントスの戦いの直前、 援軍にと派遣された将軍のアルケタスとネオプトレモスは、エウメネスに従うのをがって彼の軍に合流しなかった。またネオプトレモスは、自分たち将軍は王に、剣で仕えてきたのに、エウメネスは、ペンで仕えていたと言って、かねてよりあからさまに馬鹿にしていたようである。そこで、エウメネスは、配下の指揮官たちから意図的に多額の金を借り入れる、ことで自分を裏切れないようにしたり、 裏切った場合がした金が回収できなくなる、自分に従おうとしない、指揮官を納得させるため、軍議の場に、アレクサンドロス大王の椅子を置き、いわば御前会議の形式を取った、といった逸話が残っている。しかし、それでも、指揮系統を完全に掌握することはできず、そのことが彼の最後へと結びついていくことになった。エウメネスの列伝を書いたコルネリウス・ネポスによれば、 ディアドコイは、エウメネスの力量を高く評価し、彼の生前は誰も、王を称することも、王家をないがしろにすることもなかったが、アレクサンドロスの子供たちの、ただ一人の擁護者、エウメネス、を亡き者にすると、自分たちの真の目的を鮮明にしたという、英雄伝、エウメネス伝、13。ちなみに最初に王を称したのは、アンティゴノス・デメトリオス・不死で、 エウメネスの死の10年後の紀元前306年である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。